こんにちは、こんばんは、ダイスチャンネルダイスです。今回は妖怪ウォッチ3すき焼きやっていきます。寿司でも大好きだったポップコーンのクエスト、すき焼きでも行ってみます。クロエちゃん、アロハ。アロハ。やだ、ノリ悪い。もっとテンション上げていこうよ。まあいいか。それよりね、ね聞いて、さっき山のようなポップコーンを持ってる人見かけたのよ。ポップコーンって私のイメージだと、あの映画館でね、映画を見ながら食べるときに山盛りポップコーンのイメージで、お家で食べるのってちょっとなんですよね。ポップコーンね、あんなの見せられたら我慢できるわけないっしょ。私もあんな風に山のようなポップコーン食べてみたい。というわけで、ご機嫌ポップコーンを10個持ってきてくれると嬉しいな。10個も？そんなにたくさん？どうします？受けましょう。 I love you love ポップコーン。やだ、超楽しみにしてるね。でもあのポップコーンってどこで売ってるんだろう。あのポップコーン持ってる人に聞いてみるのがいいのかな。それじゃあよろしく。クエスト発生。ナビしてもらってポップコーン取りに行きましょう。でポップコーンを持ってる人が出るのが大体ですね、学校の近くか市役所の近くなので、先にねサウスモンドスクール、ここから見に行きます。ポップコーンのお兄さんの周りを回って落としてもらうんですよね。うん落としてもらう。はい、ポップコーンのお兄さん発見しました。何度かね行き来しているとここに出てきてくれるんですよね。あ、お天気雨だ。ポップコーン、これでも、お、天気雨が降ってると、ポップコーンのお兄さんから落ちたポップコーンが濡れてしまう気がする。おっとっと、おのー、来たー。よし、やめろ。ご機嫌ポップコーン、ポップコーンゲット。ダメだ、まい、ポップコーン。おまいがー。ありがとう。話しかけられないんですよね。この調子で、ご機嫌ポップコーンを10個ゲットしに、行ってきたいと思います。よっ、再びポップコーン、ポップコーン。おっと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 、おの、来たー。よし、すかさずもらいます。やめろ、向こう行け。まい、ポップコーン、ありがとう。オーマイガー、めっちゃ落ち込んでる。この調子でね、行ったり来たりして、ポップコーンのお兄さんからポップコーンもらっていこう。今2個目ですね。2個目。お、また1人だからきっとポップコーンのお兄さん、これ周りが市役所の周り歩いているのが1人だとこのお兄さんなんですよね。自転車でぐるぐる回って落としてくれさいと。あ、びっくりマークが出ない。あー、取り損ねた、取り損ねた。なんとしたことだ。たまにやっちゃうんですよね、取り残し。はい、で今回は3人だから違う。根気よく10回繰り返して10個ゲットしたらクロエちゃんのところに向かおうと思います。よっ、おーっと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 、よし、きたー、ご機嫌ポップコーン。お兄さんごめん。これはお兄さんなのかな、おじさんなのかな。でしかもどこで買ってるのかっていまだにわからないんですけど、どこなんだろう。このお兄さんからしかもらったことがないんですよね。自転車じゃなくてもいける。あ、取り残してる。あ、大丈夫だった、危ない。向こう行け、マイマイポップコーン。お前が、お前が、来たー、自転車チャレンジ、ヘイヘイ。おっと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 、マイポップコーン。マイポップコーン、セリフも若干違いますよね。この違いもすごく楽しい。あ、自転車乗っていかなきゃ。よし、自転車、今何個なんでしょう。そろそろな気がするのですが、
違うかな。お、確認。持ち物ポップコーンは8個、あと2個ですね。残り2個。ポップコーン、オーマイガー、落ち込ませてごめんね。よいしょ、折り返してあと2つゲットに向かいます。いるかな。お、これも違うパターンだ。よし、来た。お兄さん、弟、うー、空っぽだ、空っぽだ、うー、取れない、空っぽだ、取れない、うー、空っぽだ。どまい。お、私も取れなかったよ。空っぽだわ、取れなかった。いやー、タイミングかな。空っぽだ。今度こそ。おっとっとっと。まい。あ、これありますね。これあるタイプだ。はい。あ、これで確認するのもちょっと早いかもしれない。もしかしたらこの確認でないのかな。さっきのパターンなかったのかもしれないですね。残り1つ。あ、これはパターンが違う。自転車に乗ります。よし、オッケー。最後の1個をゲットしに行きます。これでゲットしたいよ。お兄さん、山盛りポップコーン落としてくれ、お願い。おっと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 、おっとっと、長いね。おーのー、来た。あれ、あ、遅かった。お、遅かった。遅いけど、なんかないかもしれない。サーチをするの遅かったですね。確認作業が遅くなってしまった。うわよっ、これは違う。マダムパターン。たまにキノコおばさんもここに立ってらっしゃいますね。チラッ、違う。チラッ、いたー。待機。おっと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 。おっと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 。前来た。取れたー。これで10個、クロエちゃんのところに戻りまーす。はい、クロエちゃんのところに戻りまーす。ということで、教会、ご機嫌ポップコーンも10個ゲットしたので、これで、クエストの最後、クロエちゃんに話しかけてみましょう。いつも思います、こんなにたくさんのポップコーンは食べれるのか。っていうところもね、寿司と天ぷらでめちゃくちゃ面白かったところなんですけど、アロハーってご機嫌ポップコーン。ちなみに私はポップコーンじゃなくてポテチだったらきっと食べれます。きっとね。早くちょうだい、渡す。ご機嫌ポップコーンを10個手渡した。サンキューっていうか、すごい。よく考えたらこんなに食べきれないかも。そりゃそうだよね、一人で食べる量ではありませんよね。これは友達呼んでポップコーンダンスパーティーかな。みんなで踊りながらポップコーンを食べまくるの、いいアイディアでしょ。そうだね、そうと決まれば準備しなくちゃ。コード君も来てくれる？俺は遠慮しておこうかな。ポップコーン食べながらダンスを踊るんでしょ。手が開かないよね。泊まりかな。パジャマパーティーみたいにするんだったらめちゃくちゃ楽しそうと思います。はい、バッチリ解決ということで、ご機嫌ポップコーンを10個手渡してアイラブメリケンティーをもらいました。大当たりは金のこけしですが、あ、当たるかな。あ、隣だ。ソフトクリームゲット。はい、
今回はご機嫌ポップコーンを10個ゲットしてクロエちゃんのクエストをやってみました。まだまだすき焼き顔もクエストが残ってるので、残りのジャポンのクエストも含めて楽しく進めていこうと思います。それではまた、 See you!